の親番でゲームがスタートしました。解説は藤崎聡さんです。本日もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、親番高宮のハイパイはドラが1枚、赤ウーソーが1枚、ソーズが多めですが、ドラ表示の8から切り出していきます。なんちゃかやもりです。こちらなかなかまとまっていますね。そうですね、もういいシャンテンですね。はい、素晴らしい手配はかやもりです。そしてシャーチャセトクマ、こちらも両面ターツが多め。ペイチャの松ヶ瀬、この選手はまだまだ時間がかかりそうか。ここはかやもりバーサス瀬戸熊ですか。まあ今のところはね、かやもりさん圧倒してますけどね。はい、さあまだいいシャンテンですが、はい、さらに形が良くなってきました。そうですね、もうなんか全員の手を見ると換算ピンが厳しかったので、そこを手なりで外していける形になりましたからね。ツモ、はい、も味方しているというかやもり選手ですね。非常に楽しみ、この手配すでにいいシャンテンです。もう良すぎて何切るか迷いますもんね。何を切るのがいいんでしょうか。まあ、広いのはウーマンなんですけどね。まあ、ローピンの方が広いのかな。まあ、ただ打点に特化してるかやもりさんであればスーピン切りとかもあったにはありましたけどもね。はい、スーピン切ると何でしょう、こうイーペーコーとか。まあ、最終形は必ず両面以上になりますよと。はい、で、まあ、うまくいけば面単ピンイーペーコーですか。ええ、さあ、こちらは親番の高宮です。ドラの初が1枚、これが重なるかどうかが一つポイントになりそうです。でもね、かやもりさんからリーチ来る前に重なるかどうかがポイントな感じはしますのでね。なるほど、リーチ受けた後では重なってしまっても、まあ、あの手ではね、はい、安全パイ抜くしかないでしょうからね、リーチって言われれば。形は良くなってきました、親番高宮です。話変わってきました。本当分かりませんね、一巡一巡何があるか。はい、ちなみにドラの初は現在残り3枚しっかり山に残っています。さあ、瀬戸熊ここで一面つ完成です。ペイチャでペイが重なっている松ヶ瀬はソーズの本一に向かうシャーがアンコッタ。うん、おドラ重なりましたよ、重なりましたよ、藤崎さん。降りづらくなりましたね。はい、あ、これウーピンがねきついですよね、高宮さんね。高宮が3号でピンズ持ってるところ、かやもりのリーチはウーパーピン待ち、ウーピンが高め、イーペーコーという形です。ウーピンが1枚減った、これで山にはウーピン赤だけ残ってます。そしてパーピンの方もしっかり3枚残ってます。はい、これは瀬戸熊さんは押すしかなさそうですね。両ワンとか抜くのちょっと弱いもんね。現物はありません。両ワンは筋の牌、はい、シーソーも筋の牌です。点数が欲しいんでね、リーチがなければピンズを払って3色まで狙いたいんでしょうけど、さすがにリーチが入ってしまえば3面ちゃん崩すわけにいかないんでね。ピンズを厚く構えてのいいシャンテンは瀬戸熊です。これで高宮さんは関数ピンも引かないですからね、なくなっちゃったんでね。あ、そうですね、まあ、今かやもりが切ったのが最後の1枚でした。ウーピン重なるとかローピン引くとかしないときついですか。はい、まっすぐ前に行った場合は方中に回るのか、スーピンが入らないと厳しい。高宮です。これはチートイツですか。チートイだ。6万ローソー3ピンウーピンはどうだ。チートイにはしません。現物数層切り、ウーピン1枚ですか、パーピン3枚ですか。はい、ウーピン赤と、これでパーピンが残り2枚になったところ。瀬戸熊の追っかけリーチです。こちらはウーパーワン、かやもりのリーチの現物待ちですが、構わずリーチといきましたね。まあ、キルパイがね3枚とも強すぎるんで、現物待ちがあまり大きく意味がないのと、 あとはウーパーワン誰も合わせてこないので、これは山にいるよねっていうこと。うーはうわ、おお、高宮ドラ初ハンコ。まあ、ただチーマン現物なんでね、チーマンからですか。はい、さあ、かやもりウッパーピン待ちの先制リーチ、そして追っかけの瀬戸熊がウーパーワン待ちです。まあ、読みはぴったりですよね。でもね、ウッパーマン誰も打ってこないんでっていうのが一番大きい理由だと思うんですが、誰も持ってないですもんね。そうですね、山にはウーワンが赤を含めて2枚と、パーワンはそうですね、誰も持ってなくて場に1枚ということで3枚残り、3対3ですか。はい、2人リーチの対決になっています。松ヶ瀬は面本チートイの可能性はまだ残っているんでしょうか。まあ、マンズが通ってるんでね、ローマンチーマンっていくのが
チーソーも通っています。これはこのままだとウーピンは補充になりますね。そうですね、高宮リャンメンリャンメン初あんこのドラヨンのイーシャンテンです。お、松ヶ瀬がまさかチートイツで飛んできますか。リャンピンはリャンピンはあ、茅森に通ってその同順に瀬戸熊がリーチなんですね。瀬戸熊には通っていないパイでも打点を武器に押すというのもありか。押さない。ここは繊細さが出ました松ヶ瀬です。んウーピンにくっついたけれど、これはマンズ払いますか。マンズが通るっていうお話先ほどありましたね。はい、ただ高宮さんはねウッパーマが出てこないんでウッパーマ狙いたいと思ってるんですよね。そうするとピンズは打てないので、そうね、強くいくならウーソー勝負になりますけどね。なるほど、こっちになりますよね。まあ、実際ウーソーは今回は通りますから高宮選手が追いつくこともある。パーピンが1枚減った。ロープ1枚ありますからね。そう、追いついちゃった。初ドラ4のテンパイ、カンローピン、かやもりつかむ、ミラクルを起こした高宮です。初ドラ3赤1万2000、今テンパったところ。藤崎さん、これすごい上がりになりましたね。これはすごいですね、お見事ですね。はい。